今回はえのきの唐揚げの作り方を紹介します。唐揚げのサクサク感とえのきのシャキシャキ感が楽しみ癖になるうまさです。ご飯のおかずはもちろんおつまみとしても最高の一品ですよ。それでは作っていきましょう。えのきは根元を切り落とし、食べやすい大きさの小房に分けます。だいたい8等分ぐらいに分けるとちょうどいいです。このくらいの大きさに分けておきます。次に下味になる材料を用意します。おろし生姜小さじ1、醤油大さじ1、酒大さじ1を入れ合わせておきます。材料はえのき1袋と下味の調味料だけです。えのきに合わせた調味料をかけてよくあえておきます。えのきに下味がついたら片栗粉を1つかみくらいでまぶしておきます。つけすぎた粉は軽く払い落としておきます。このようにして薄く片栗粉をまぶしておきます。鍋に油を入れ中温に温めておきます。たっぷりの油で揚げる方がいいですが、少ない油で揚げ焼きする方法でも OK です。油が140度ぐらいの中温になったらえのきを入れ揚げていきます。そうした生地を優しく油の中に落としていきます。えのきを全部入れたら表面が固まるまで箸で触ったりせずにゆっくりと揚げていきます。だいたい片面を2分くらいかけて揚げていきます。2分くらい揚げ色がついてきたら裏返して1分くらい揚げます。油の温度は高すぎると焦げやすく、ついと油をたくさん吸ってしまうので、一定の温度を保ちながら揚げていきます。えのきを箸で掴んでみて、サクサクとしているのを感じたら引き上げるタイミングです。このぐらいこんがりとした色になっていれば OK です。さらに盛り付けましょう。これでサクサクのえのきの唐揚げの完成です。お好みで塩山椒などをつけて食べると美味しいです。箸で掴んだだけでもサクサクなのがよくわかります。食べてみると外はサクサクなので中はシャキシャキです。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。